いただきます。まずはじめに御輿の見物をされている観客の皆様にお願いを申し上げます。御輿が出ますと大変危険ですので、ガードロープより中には入らないでいただきます。よろしくお願い申し上げます。それでは続きまして、高橋総取締役よりご挨拶をいただきます。高橋でございます。みこし関東に並びに閣議中の皆様には連日連夜のみこし等を大変ありがとうございます。いよいよお祭りの最終日でございます。存分に時間いっぱい楽しんでみこしを担いでいただきますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、本日納めの作業、各町内責任者のご紹介をさせていただきます。東伐町内東伐佐伯途中駅佐伯さん、次期東番町内下町小泉春之佐伯さん、高町杉田道夫佐伯さん、五行順路並びに交通規制の時間についてご説明いただきます。高橋総取締の手締めにより
あきる神社へと向かい出発いたします。ここより高張提灯を点灯とし、松原横丁を通り、神社大鳥居を入り、神社境内を一周し、神社拝殿前石段を上り、神社拝殿前に神輿は鎮座いたします。高橋総取締りの手締めにより、令和元年あきる神社神輿渡御の全てがこれにて終了となります。日の原街道の交通規制時間は午後9時30分までとなっておりますが、15分前の午後9時15分には松原横丁へと神輿を入れていただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。の神社到着予定時間は9時45分となっております。日の原街道を完全に往復いたしまして、神輿が神社へお帰りできますよう、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。元年の記念となり、皆様の心の中にいつまでも残るような居合に神輿渡御になりますよう、どうぞどうぞ重ねてお願い申し上げます。出発いたします。それではおためのトレーに参加してもらっていただきますと、よろしくお願いいたします。言葉配信は配信するよ。Yeah!
Yeah.